皆さんこんにちは宝塚大学看護学部の日高です今日は学校で配慮と支援が必要な LGBT の子どもたちといったテーマで調査結果ですね調査のデータや事例に基づいてご報告をしたいと思いますではよろしくお願いします最初に LGBT あるいは性的マイノリティとは何かといったことですがこの右端に6色のレインボーをお示ししてますけども LGBT の社会的な運動 のシンボルとしてまあ世界中で使われているものです一番最初はアメリカであの作られたものですけれども日本でも lgbt 関係のイベントだとか取り組みに現在ではたくさん使われるようになっていますまたあの lgbt と一言で言っても実際にそれが何を意味するのかというふうなことがなかなかあの知られていないかもしれませんのでその 一番大事なところですね基礎的なところというふうなところで先にお話ししたいと思いますが上から3つ上から3つの LGB については性的指向についてですね。でこの性的指向というのは世の中大半の方の性的指向は異性に向いていると思います。恋愛愛のの対対象象や性性は異性というふうな方が大半ですけれども中にはですね数は少ないですけれども自分は女性同士の方がいいとかあるいは男性同士の方がいいとか。 男女両方とも恋愛対象になりますすという,ふうな方もおられますまたさらに数は少なくなると思われますけども同性に対しても異性に対しても恋愛感情や性的な関心がない、まあ、本当にそういうの全然関心ないですというふうな方もおられるですね。なのでまあ誰を好きになるのかというふうなことを示したのが性的指向というふうな考え方でもう一方で性自認ですね。 えー、ジェンダーアイデンティティの日本語訳として政治人というふうになってますけども、これはあのもうちょっと違い方をすれば、えー、性別認識というふうに言ってもいいかもしれません、えー。自分の性別をどういうふうに認識をしているのかというふうなことです。でこのあの概念についてもですね、世の中大半の方は圧倒的の多くの方は、えー、ご自分の認識している性別と、えー、体の性別が一緒なんですけども、えー、中にはですね、えー、自分が認識している性別と実際に体の 実際に持って生まれた体の性別が違うのでなので体の方を変えたいと合わせたいと思って性別適合手術を望むというふうな方もおられますということですね。で国内研究でもさまざまこの人口規模の推定というふうなことがされていますが LGB までを足してこちらですね LGB まで足して大体5%強ですね。でトランスジェンダーの方は政治人の方は0.5%といったところです。 学校現場で LGBT の話をすると先生方は圧倒的にトランスジェンダーのことを思い浮かべるという傾向が多いかと思いますその中でもボーイッシュな女の子でスカートを履きたがらないとあるいはスラックスの制服を望むというふうなそういった生徒さんの存在を思い浮かべることが多いかと思うんですが人口規模で見てみるとトランスジェンダーは0.5%この0.5%の10倍から11倍ぐらいですね LGBM に足すと5%強なのでそういった人口規模になるんですが不思議なことに学校の現場で先生方が目につかれるのはこの0.5%の生徒さんの方により注視しているというふうなのが今の日本の教育の現状じゃないのかなと思うわけです。次に人口規模の推定についてもうちょっと違うデータのご紹介ですけどもこれは厚生労働省のエイズ対策の研究の一環で 得られた調査結果で男性だけ対象にしたものになります、えー、見ていただくと真ん中ですねこれ前の性経験の相手が男性同士だったもしくは男女両方だったと答える男性は100人中2人ぐらいですね一番上の3.7%これは性的な魅力を感じる相手が男性同士だったもしくは男女両方だったと答えた男性が100人中3、4人というふうなことになります この上2つの両方かいずれか一方というふうなことになると4.3%の男性が該当するといった調査の結果が2009年の段階で出されていまして、えー、最近の国内研究では5%から8%程度というふうに推定されているところです。今日はあのデータ細かいデータをお示しできないんですが高校生1万人を対象に調査を実施したことがあります。 その時はですね LGBT に、えー、当てはまるであろうと推定できる生徒さんとあるいは最近 X ジェンダーというふうな言葉もありますけども自分の性別について男性でもない女性でもないと思っていたりあるいは男性でもある男性とも思うし女性とも思うとか。 あるいは中性的な存在だと思うとかそういうふうに答える人たちのことを X ジェンダーというふうに呼ばれてますけども X ジェンダーあるいは自分の性的指向や性自認のことについてはっきりとよくわからないクエスチョニングの状況にあるというふうな生徒さんたち足すと10%ぐらいというふうな推定も出ていましてあの国内研究のデータを見てみると5%から8%ないしは あの揺れ動いたり、えー、よくわからないはっきりしないっていうふうなそういった子たちを加えるとえー、まあ10%弱というふうなことが言えるかと思います。えー、では性的指向と性自認について国がこれまでどういう取り組みをしてきたのかといったことを一覧で、えー、一覧にしてですねお伝えしたいと思います。一番最初は2002年の法務省ですね人権教育啓発に関する基本計画に盛り込まれたのが一番最初であろうと。 いうふうに言われてますがえその後まあ、様々な取り組みがあってもちろんこれ以外にもありますけども主だったものを並べました特に先生方に関係する文科省の動きですねあの文科省の動きの中でも本当に画期的だったことは2015年の4月30日ですで文科省から通知が出されました、えー、通知がどのようなあの効力を発揮したかと、えー、そうこう見てみると やはりあの多くの教育委員会が通知に基づいてこのテーマで先生方に研修を提供するようになった LGBT に関する研修の機会がこの通知以降圧倒的に増えたと言えるかと思いますで加えて2016年4月1日ですねこの時には教職員向けの、えー、教員向けのカラーズリりのリーフレットが発表されましたさらに17年ですねいじめ防止対策推進法の中の いじめの防止等のための基本的な方針が改正されてでここにおいても性的指向と性自認の多様性が言及されているというふうなことですね。なので3年連続文科省は、えー、この性的指向と性自認について公の文書を出して、えー、現場の先生方への周知を図っているということです。はい、ではあの性の要素ということを少し分解して考えてみたいと思います。えー、体のの性性別別でですすね生生生ままれれなななががらら物的し 性自認これは自分の性別をどう認識しているか先ほどお話しした、まあ、性別認識とといったところです社会的な性としましてこれはあの後天的に身につけていくものだと思いますけども性別役割ですね社会的に期待される男性としての役割女性としての役割あるいは性別表現も服装や髪型など、まあ、目に見えるところそういったところを通じて、えー、自分の性のありようということを表現。 されていくわけですが、ただこの社会的な性っていうのは時代や文化とともにどん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 変化していくものですし、えー、かつてはそういった格好をするのは男らしくないみたいに言われていたことであっても現在ではそういう声が全然上がらなくなっているというふうなこともありますのでこれは本当に大きく変化をしていくところだと思います。性性的向ですね、えー、先ほどどもお話ししましたが、が、えーまあ、恋愛や、えー、性愛やののの対象が誰なのかと、かかこに向かっているのかと、 という,ふうなももののを示したものであとは法的例あのこれ以外にもこのセクシャリティのありようを性的指向や性自認の多様性について表現するそれを伝えていく方法は、まあ、きっとあるとは思うんですけども、まあ、現段階では例えばこうやって分解して考えてみたらどうかなということですね。LGBT について学ぼうというふうに、えー、いう言い方がありますけども LGBT という一部の人たちのことを学ぶということではなくて。 性的指向や性自認のありようってことはどなたにおいてもあの多くの方においてそれは当てはまることなのでそういった形で学んでいく方がいいんじゃないのかなというふうに考えていますはいでは LGBTQ とは、えー、といったことをお話ししたいと思いますもうすでにこの用語出てきてますけどもまた今日のこのお話のタイトルは LGBT 図とあの小さな S がついた複数形がついた、えー、もので、えー、お示ししてますが L はレズビアンですね、女性を好きな女性。G はゲイで男性を好きな男性ですね。バイセクシュアルは男女両方が両方とも恋愛対象ですというふうな方ですし、T はトランスジェンダーです。出生時とは異なる性別で生きる人といったことです。でクエスチョニングですけども、性人や性的指向がはっきりしなかったり、揺れ動いたり、まあ、今の段階で、現段階で決まっていないというふうなその状態のことを言って では2015年4月30日に文科省から出された通知の中にこういった表が入っているんですね。多くの先生方はこれを目標にすればいいとかあるいは、うん、マニュアル的にあの扱ってしまったりとかそう捉えてしまったりっていう方も多くおられたようですけども僕はですねここに挙がってる項目はやらなければいけない学校が取り組まなければいけない最低限のことというふうにいつも思っています。あの性別に違和感ががああるるそういった児童生徒の存在があると 圧倒的に多くの先生方がおっしゃるのが、えー、じゃあ体育の授業どうしようとか、えー、トイレはどうしようとか、えー、制服のことどうするんだとか、まあ、そういうこと話題になるんですけども、えー、例えばトイレのことですねいろいろな学校に校内研修でお邪魔します、えー、そういった時に校長室でまずは校長先生とお話しするんですがで当事者がいると分かっている学校の校長先生はうちはあのそういった子がいるのでトイレのことは配慮をしていて職員用のトイレを使わせてるんだとそういうのをおっしゃるんですね。 もちろんそれは必要な配慮で何もやらないよりはもちろんいいんですけども毎回そこでお尋ねして確認していることは先生それは生徒さんに聞いたんですかと先生たち用の方を使いたいかどうかってことを聞いたんですかとその上でご本人が望んで使っていることなんですかというふうにお尋ねするようにしています多くの学校の先生方はいやそんな細かいことまでは聞かないし聞けないとその子にとって良かれいい環境を えー、望まれる環境を前もって用意して,やしてあげるのが自分たちの役目なんだというふうな言い方をされる校長先生よくおられます。いやでも先生それはやっぱ聞かなきゃわからないんじゃないですかというふうに僕は毎回お尋ねをしていて、えー、というのは何、えー、で先生たちのの方行くのというふうに周りの子から言われたときに、うん、どうするんだろうなとやっぱ思うんですよね。圧倒的多くくの子たちはカミングアウトしてていなくて またあの文科省の文書の中で出てくる言葉で言えば、秘匿しておきたい子どもたち、言わないでおきたい子たちもやっぱりいるので、なので、えー、他の子に気づかれないように、先生たち用のトイレ行かなければいけない、えー、ちょっと隠れながら行かなければいけない、まあ、そういったことになるんだったら、まあ、ここの点については目をつぶって、まあ、今まで通りでいいやというふうなことを決めるかもしれないですよね。なので、よかれと思って、えー、する配慮が結果として、 えー、その子にとって嫌なこと一つ増やしてしまっているというふうなこともあろうかと思いますなので本人が何をどういうふうに望んでいるのかということをしっかりと確認をしながら進めていくということが大事かと思いますであのこういったの配慮を進めていく個別の配慮を進めていく上で、えー、本当に全国いろいろ伺っていて感じることは先生方が独自のローカルルールを作ることがあるなと いうことですねもちろんみんながみんなじゃないですがそのローカルルールの中で最も多いのはカミングアウトを促すすとというふうふなことですね今まであった中では、えー、学校がさまざまなこういった配慮をしていく前提条件としてみんなの前でカミングアウトとえつまりみんなの前でカミングアウトできたらいろんな配慮をすることになったから、まあ、それまで先生と一緒にいろいろ頑張ってやっていこうなっていうふうな個別の声かけをして 手厚い生徒指導をしているんだとおっしゃる先生が通られてそういう自分たちのやり方で間違いないですよねっていう風な相談を受けたことが何度かありますいやその配慮する前提条件をなんで勝手に作ってるんですかとでそれをみんなの前で言えたら配慮してやるってそういう言い方はやっぱり僕はあの間違ってると思いますよってことをお伝えすると良かれと思ってやってらっしゃるので、えー、すごく驚かれてじゃあそれは間違いだったんだったら変、えー、えなきゃみたいにね言われる先生だとかあるいは 当医者の子たちはあ先生は自分にそういったことを望んでるんだカミングアウトを望んでるんだというふうに捉えてしまうと思いますしあるいはみんなの前でカミングアウトしないことは良くないことなんじゃないかというふうに思ってしまう可能性があるわけですねいつ誰にどういう方法で自分のことを伝えるのかあるいは伝えないのかそれを決めるのは本人なので先生方がそのそこを 圧力をかける、まあ、結果として圧力になってしまうのでそういった関わりは十分に気をつける必要があろうかと思います。2016年にですね全国の日本国内在住の LGBT をはじめとするセクシャルマイノリティ全般を対象にしたインターネットの調査を実施しました約1万5,000人にお答えいただいて LGBT を対象にした LGBTs を対象にした全国調査としては国内最大規模となりました。 そのデータの中で学校に関連することを並べてみたんですがまたこの表の中の赤くなっている部分はそれぞれの10代の子たちですね、えー、本当に高齢の方までこの調査にお答えいただいてますけどもあの年齢があの上の方の子ども時代のことをデータとして見ることも十分もちろん意味があるんですけどもやっぱり今の学校現場に役立てるには今の10代の子たちがどういう経験をしているのかと。 いうふうなことを知っていただくことも大事だと思って10代の子たちは赤くあのお示ししています。1万5千人のうちの全体の58%は小中高のいずれかでいじめ被害経験にあっているというふうなことが分かっていてまた不登校についてはですね10代に限定してみると20%後半ぐらいから30%台またあの分類によっては50%台の不登校率というふうなことが示されていてこの映像は多くの あの地域の先生方日本全国からご覧いただいていると思うので一概にどの地域と言え,言えないですけどもいろいろなあのところをお邪魔してますが大体皆さんおっしゃるのは現在の不登校率は3%前後とかあるいは3%に向かってじわりじわりと増えてきてるっていうそういうふうな経年変化をおっしゃる教育委員会も多くありますしあるいは地域によっては5%とか7%とか少し多めなところもあるよというふうなそういった数値もありますけども。 ここに上がっているようなあの数字ですよね。ええ、三十パーセント、五十パーセント、ま、とんでもなく高いということですね。なので不登校の背景要因に性的指向や性自認のことが、ま、つまり LGBT のことがそういうふうな関与があるというふうには今まで、ええ、今までの先生方はやっぱそういった見方はしてなかったと思うんですが、振り返ってみればどうでしょうか。理由のわからない不登校というふうな形で。 そそこのの処理ををしてきたその記録を取ってききたた記録取っもしかしたら今思えばっていうふうなケースがあったんじゃないのかなと思うんですね。なのでぜひそういった見直しを、ね、していただければなと思います。またその不登校の背景要因に性的指向と性自認のことが一言で言ってもそれがあの様々でそれが理由でいじめがあったとかあるいは情報の不足だったりとかもしくはからかいの言葉があったとか、まあ、様々かと思います。でクラスに人人から2人 当事者の子がいるという推定値なんですよね5%から8%というようなことになると、まあ、クラスから一人か二人は一クラスに一人から二人は当事者がいるかもしれないというふうにまあ考えられるんですがそれをそう捉えて、えー、普段学校で先生方過ごしておられるかどうか、えー、女の子同士仲良くて手繋いでる子たちとか、まあ、時々いますよねそういった子に対してお前いつも仲いいなって声かけて もうまあまるでレズみたいだなっていう言い方をする先生とかあるいは男同士、えー、じゃれあって遊んでればそこに「ホモやおねえか」っていうふうな言葉書きをしてしまったっていう先生方やっぱおられてそういったことが原因で学校行きづらくなったっていう当事者のお子さんもいるんですよね。なのでやっぱり言動日々の言動ってことをしっかりと見直していく、えー、っていうふうなことが必要かと思います。 あとはですね、えー、自傷行為ですけどもここでいう自傷行為は刃物でわざと自分の体を傷つけたことがありますかと、まあ、そういうふうな形で聞いた自傷行為ですけども、えー、首都圏の男子中高生の自傷率は7.5%ですね7.5%にちょうど比較しやすいのが、えー、ゲ,イ男性のゲイ男性とバイセクシャル男性の10代16.9%と15.3%ですねでそこがちょうど比較しやすいと思いますが えー、首都圏の男子中高生の2倍の自傷率ですよね。でこのことはもう何年も前から国内研究で分かってたんですね。ゲイ・バイセクシャル男性の10代の子たちの自傷率は他に比べれば2倍だと。この度2016年の調査でレズビアンやトランスジェンダーのこともですね全国調査で一気に分かりました。こうやって並べてみると一直線に並べてみるとまるでゲイ男性バイセクシャル男性の自傷率が低く見えるかのように他はもっと高かったというふうなことが分かって。 でこれはやっぱその学齢期に起こっていて下手したら学校の中でも、えー、彼らは自分の腕を切っている可能性があるわけですね。でそういった現状を最も知ってていただきたい先生方に、まあ、最も届いていないというふうな数字ではないかなと思います。でこういう状況を放っておけば自殺を考えてというふうなことにつながっていくんですが自殺未遂自殺燃料と自殺未遂については2016年のデータではないですね。他のデータ他の 実施他に実施した時のデータなんですけども、えー、ゲイ・バイセクシャル男性においては、えー、6割から7割近くが自殺を考えたことがあって実際にはががが未遂経験があると自殺未遂遂経経験験ああるるとと自殺のいうふうふなこ,とです、えー、こ,のこういった健康問題のことはいつも比較データの比較ってことも求められていて、えー、じゃあ異性愛の男性に比べてみればゲイ・バイセクシャル男性はどれぐらい自殺未遂のリスクが高いのか。 どういうい現状なのかとと問われることがありますそういった分析をした調査の結果ですけども異性愛の男性に比較するとゲイバイセクシャル男性の自殺未遂リスクは約6倍高いというふうなことが分かっていたりあるいはまた別の調査ですけどもカミングアウトする人数が増えるに従って自殺未遂リスクも高まるというふうなことも分かっていてカミングアウトして理解者が増える,増えるんじゃないのかなと、まあ、僕たちは思うわけですが。 確かに理解者も増えるかもしれない自分のことをあの何でも話せる相手が増えるかもしれないですが彼らが言うことはそう思って信頼できる相手だと思って言ったんだけども結果そういう,こうあの信頼できるそういう人間関係にはならず、えー、みんなに言いふらされたとか、まあ、そういうふうな経験もあってなのでカミングアウトの人数の多さと自殺未遂の経験値っていうふうなことの関係もその関連の強さですよねあるんじゃないのかというふうなことが データで読み取れるとところだと思いますはいではここからはですね小中高でのいじめ被害経験についてですが先ほどあの少しお話ししましたが全体で58.2%ですね小中高のいずれかでいじめ被害経験があったというようなことが分かっていてそのセクシャリティ別や年齢10代20代30代といったその年齢別ですねそういったことについてはまた細かく見ておいていただいたらと思うんですがこの58%のいじめ被害経験がある人たちの そのうちの六割方はホモやオカマ男んなといったその性的指向や性自認に関連した言葉でいじめられていますバーバラアビューズと呼ばれるものですがこの言葉でのいじめ被害っていうのは本当にあの国際的にもですね LGBT の子どもたちが学齢期に受けているいじめの形態の一つだと思いますで、この中見てもらうとゲイ男性バイセクシャル男性それから MTF っていうのはメールトゥーフィーメールで 男男性性性性かからら女女ののトランンンスジジェェダダーー意意味味ででですすすし FTM はとという意味ですあと X ジェンダーですねこの子たちが彼らが、えー、この言葉でいじめられていて、えー、一つの見方としてデータの見方として言えることはいわゆる既存の男らしさ女らしさっていうふうなものから少しでも違えばそこに少し何か違いがあればそこをしっかり子ども同士人間関係を見いだすその関係性の中で見いされていじめにつながってるんじゃないのかなとさらにですね 男か女かよくわかんないとかじゃあ俺らそれはお前どっちか確かめてやるよとそういった言葉とともにですね、服を脱がされるというふうないじめも起こっていて実際にいじめ被害経験がある人たちの中の約2割が、ね、服脱がされる経験もそういったいじめにも合っているというふうなことがわかっているわけです。 はい、次にここでお示ししているのは先生方にとってとても厳しい数字かと思いますが先生はいじめの解決に役に立ってくれたかどうかそういうふうに思えているかどうかということをいじめ被害経験がある人たちに聞いたものですねそういうふうに思っているという方は全体で13.6%ここですね本当に少なくて13.6%しかそう思えていないという現状があるんですがこの一番下の数字を左に左に行っていただくと年齢が若くなっていくんですが一番端19.9となっています。 今の10代のいじめ被害経験者のうち19.9%は先生がいじめの解決に役に立ってくれたと思えていて他のどの年齢層よりも最もここの数値が高くなってますよね。なので学校がいじめについてまた文科省もいじめの解決に向けてそういったことについて以前よりより本気になっているというふうなことの表れだと思いますがそうは思うんですけどもとは言っても今の10代の子たちであっても いじめ被害経験のなる4人に1人か5人に1人程度しか、まあ、そういうふうに思えていないという状況、とても厳しい数字かと思います。はいえー、では、親へのカミングアウトの状況ですが、この1万5000人の調査で全体で22%というふうなことが分かってますけども、これやっぱ LGBT って一言で言っても状況様々で、最も突出しているのがトランスジェンダーですね、MTF あるいは FTM のトランスジェンダーのカミングアウト率が最も高いと。ただこれは えー、彼らがあの服装や髪型の変化っていうようなこともあるでしょうしそういったことをきっかけにカミングアウトしやすいというふうなことがあるのかあるいはカミングアウトせざるを得なくなっていくとかもしくは、えー、親御さんの方が気ついて結果そういった機会になっただとかさまざ、あ、まなことはきっとあるんだなとあ,あるんだろうなというふうに思うわけですけどもまたこの22%全体で22%のカミングアウト率ですが年齢階級別で見てみると、まあ、世代によってあの状況が違って。 10代から30代の比較的若い世代若い層であれば20%前後のカミングアウト率ですが年齢が高まるに従ってカミングアウトしている人当事者っていうのは少なくなっているというふうなこととでは地域別ではどうかというふうなことですね東京や東京や大阪といった比較的都市部だと24%前後。 カミングアウトしてますが地方に行けば行くほどカミングアウトをしている人たちは少なくなっているというふうなところで明確に地域差あるいは世代差というふうなことはあろうかと思います先生方とお話をしているとよくこういうふうなことを聞かれるんですね児童生徒当事者の児童生徒からカミングアウトされた時に多くの場合絶対誰にも言わないでねと いうふうふな言葉とともに、えー、本当の自分のことについて先生に知ってほしいというふうなそういうカミングアウトがあるわけですがそれを聞いた先生方がおっしゃることが保護者もどうやら知らないっぽいとで保護者も知らないようなことを学校が抱えてていいんだろうかとですぐ保護者に、えー、保,護者保護者呼んでですね教えてあげた方がいいんじゃないかというふうに言う先生方おられますがそれはですねしっかりとしたの見極めが大事じゃないかなと思います。 えー、つまり有事か平時かというふうなことなんですが、えー、いじめや不登校や自傷行為だとか命の危険があるというふうなことそういうふうな有事の状況であればいろいろな専門家の関わりだとかも含めて、えー、親御さんにどう伝えるか保護者とどう連携していくかということのその模索も必要になるかと思いますが全然そういう状況ではないとでやっと信頼できる大人が見つかって、えー、自分のことを知っててほしいとそうやって言いに来てくれたそういった彼らのカミングアウトを まるで簡単に手放すかのように保護者に通報するというのはそこは十分に慎重になるべきなのでいずれにおいてもですね有事か平時かということもそこを見極めながらしっかりと関わりをする慎重な関わりをしていくというふうなことが大事だと思います。何より大事なことは信頼する大人ができて先生に言いに来たというそういう当事者の彼らの気持ちをしっかりと受け止めるっていうことじゃないのかなと思うわけです。 ははいではアウティングについてです。このアウティングというのは、こういった質問項目で聞きました、あなたがセクシャルマイノリティであることを他人にアウティング、暴露、ばらされたことがありますかと、そういったお尋ねのの仕方をして、2019年の調査の結果です。2019年は約1万人の当事者の方にお答えいただきましたが、全体で25%、アウティングの被害経験値が、被害経験があったというふうなことです。 またこのアウティングですけども多くの当事者の皆さんはとっても恐れていて、えー、どういうふうに受け取られるかがわからないですよね、えー。残念ながら今の日本の状況だと差別や偏見だとか誤解だとかさまざ、あ、まなことがあって目に見える形であるいは目に見えない形でバッシングや、えー、ハラスメントっていうようなことにつながる可能性が十分にあるとそういった状況の中で。えー アウティングされたというふうなことが耳に入ると、えー、学校に行きづらい、あるいは会社に行きづらいというふうなことにまで、そこまで追い詰められる気持ちになる、そういった可能性がある、そういう行為であるっていうふうなことを、知っておく必要があろうかと思います。当事者の彼、えー、らが先生方に話すことができるためには、どういう状況が必要なのかというふうなことなんですけども、多くの先生方が、どの児童生徒が当事者かどうかがわからないっていうのをおっしゃいます。でも当事者の彼らが言うことは、 どの先生が本当の理解者かどうかがわからないと誰に言っていいかわからないっていうふうなことを言っていてでこの溝を埋めるのはやっぱり大人の役割学校の役割ではないのかなと思うんですね様々、えー、な形で話しても大丈夫だよというふうに伝えていくことそういう環境を作っていくっていうようなことが大事だと思いますでいろいろな方法あると思いますけど僕やっぱ一番大事なことは授業をして LGBT に関連する人権教育だとか人権学習の中でしっかりと先生がご自分の言葉でこのテーマについて話をするっていうことですねでそういった先生の姿を見てその姿を見ることによってああこの先生にしゃべっても大丈夫かなみたいなことをそういったことが伝わっていくんじゃないのかなと思いますで同時にですね LGBT 関係の話をした時に笑いが起こったりとかあるいはキモいとかそういった不規則発言が起こる可能性は十分にあろうかと思います 不規則発言があったときこそですね、しっかりとした対応をしなければいけなくて、先生がどういう対応をするのかと、聞こえなかったふるするのか、一緒になって笑っちゃうのか、あるいは毅然と対応するのかですねで、何より大事なことは、きちっと毅然と対応することだと思います。それはなぜかというと、当事者であろう、そういった子たちがクラスに1人から2人、ずっと息を潜めて、先生がどういう対応をするのかってことをね、じーっと見てると思うんですね。 なので、そこで先生が毅然としっかりと対応する姿を見せれば、ああやって自分たちのことを守ってくれようとする、ああいう大人もいるんだっていうふうなことを、学齢期のより早いタイミングで彼らが知るということですね。だからこそですね、えー、きちっと教室の中で先生が話をして、でそこで不規則発言があれば、それもきちっと対応していくっていうことが、えー、大事ではないかなと思います。えー、あのカミングアウトされた、一番下に書いてありますけども、カミングアウト。 された先生方ががついい言ってしまいがちなでも絶対言わないければよかったっていう一言はこの「君の選んだ人生だったら精一杯応援するから」とか「いやお前自分の選んだ人生なんだから頑張れ」と「先生もみんな応援するから」みたいなそういうニュアンスの言い回しですね自己決定尊重しますみたいな意味合いで言ってしまいがちな先生方よくおられるんですけども学齢期の当事者の彼らにとってみれば。 選んだっていいう感覚はないわけですよ多くの場合圧倒的多くの場合選んだというよりは気づいたらというふうなことだと思いますで気づいたらちょっと周りと違うかなとでその違いが何なのかっていうふうなことを、えー、探りながら情報を手繰り寄せながら自分のありようについて知ってで自分の中でも葛藤があるそういうふうな時でもやっと先生に、まあ、カミングアウトした時にいや選んだんだったら頑張れみたいな言い方を押さえてしまうとそれは先生何も分かってくれていない。 っていう,ふうな印象を与えてしまううと思うんですねなのでこの言葉遣いだけは十分に気をつけていただいてもし先生がカミングアウトを受けるようなことがあれば話してくれてありがとうというふうなことを自分にとって大事なことを話してくれてありがとうというようなことをしっかり伝えていただいてより強い関係を築いていただけたらなと思います。以上です今日はありがとうございました